非常に注目すべきことは、今後の甲状腺検査への問いということで、検査の継続を望む方が9割近くあったわけです。で、その中に3割以上の人が、検査をもっと拡充してほしいということをおっしゃってます。過剰診断であるならば、必要のない治療を受けたことになるなんではないかという反発や怒りの声もありました。日本学術会議が9月に子どもの放射線被曝と今後の課題という題で報告を出しているんですが、その中にですね、個人の線量や影響に関する情報を知らされることは当人や家族の精神的負担になりうるということを認識して、ちょっと飛ばします。過剰診断や知らない権利への配慮に関して医療倫理の面から議論を深めるべきということを言っています。で、学術会議はですね、配慮すべきとする知らない権利なんていうことを主張する意見はありませんでした。で、むしろ正確に調べてほしい、判断の材料となる情報が欲しいという冷静な意見があるということが注目された点です。政府自治体に対しては、原発事故が発生したために手術により甲状腺を失った子どもたちがいることを決してなかったことにはしないという態度を示してもらいたい。科学的疫学的な観点からも調査研究はこれからも続けていかなければならないというような言葉で、ご本人からもですね、甲状腺がんになった人がいるんだということをもう少しみんなに知ってほしいというようなこと、原発事故で私たちの病気も現在進行中です、どうか風化させないでくださいというような、切実な声も出されました。またですね、原発事故の時、放射能飛散予防スピーディを公表しなかったことは忘れないと、資料を隠蔽しておきながら、当時県民はどこで何をしていたのか、情報を提供しろということで、おそらく将来の資料にするんでしょうと。この方は家族を実験台にしたくないということで、私たちは、この調査票を、県民健康調査のですね、調査票を出していませんというふうに、そういう反発の声を招いているような、今の調査の状況があると、サポートがきちんと受けられないとかですね、そういった中での、やはりこの調査の進め方を、もっときめ細やかに被災者に寄り添ったものにならなければならないのではないかというふうに思います。これがその事故と因果関係があるということが、科学的に証明されれば、東京電力が生活指導を賠償しなければいけないということになるはずですよね。だけども、そういう訴訟をそのやらない限り、生活保障が受けられないということ自身は僕は問題があると思っていて、少なくともその現段階でですね、本来こういうそのがんが発見されたということ自身が原発事故がなければなかったことなわけですから、そして現に手術した人たちがいて生活の不安などを抱えているわけですから、その人たちに対して医療費の補助だけではなくてですね、生活面でのサポートまできちんと国でやるべきだと、原発の事故の賠償で何兆円も支払っているのに、この事故と関係があるかもしれない甲状腺がんでこれだけ苦しんでいる人がいるのに、それに対して東京電力も国も、医療サポートぐらいはしてますけれども、それ以外の保障はないということ自身が非常に僕は不満。